はい、本日ですね、こちらワークマンのフュージョンダウンをですね、モンベルのダウンジャケットと比較しながらね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、最近のワークマンすごいですよね。ほんまにね、これそんな値段で出すのみたいなやつが結構あるじゃないですか。でね、これも先に言います、めちゃくちゃすごいですよ。このモンベルとね、比較してもね、そんなにめちゃくちゃ劣ってるわけじゃないっていうのがね、分かっていただけるかなと思いますのでね、まあ早速このフュージョンダウンね、見ていきたいなと思います。本日の流れとしてはですね、まずはじゃあ着用していきましょう。このフュージョンダウン着用していって、でこのモンベルの方も着用していって、見た目がそれぐらいどれぐらい違うんかっていうのをまず見てもらって、でその次には実はですね、これね、破れてて中綿が見えてるんですよね。でこれなぜかというと、僕が開けるのを失敗したせいで、カッターナイフでここ切っちゃったということなんで、ちょうどいいじゃないかと、この中綿を見ながらお話できるじゃないかということでね、洗えるダウンジャケットとかってこれ言われてるんですけど、ほんまに洗えるんですかって、これ性能的に考えたら洗うのどうなんですかっていうところもね、あったりしますんで、そんなお話をして、ほんでまたその次はほんまあったかいんですかみたいな話なんかをしていきながらね、まあデメリットを、そしておすすめの人という感じでいきたいなと思います。もちろんね、全員が全員このワークマンがいいとも思わないんですよ。で逆に全員が全員このモンベルがいいとも思わへんけども、まあ値段的にしたらワークマンが2500円、モンベルが1万円ということなんで、4倍ぐらいの値段が差があるんですけどもね、まずはワークマンから着ていきましょうよ。どんな感じなんですかということで、ワークマンの方が LL サイズを着用します。モンベルの方は L サイズになってます。ワークマンちょっとちっちゃいってことやったんでね、では着ていきましょう。はい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 、まあ僕やって LL がちょうどぴったりって感じですね。まあ普段着てあるサイズ感のワンサイズ上とかでもいいかもしれないですね。僕普段 L がよく着るんですけど、ワークマンやったら LL ぐらいがね、まあ、ちょうど着ててもいいんかなと思うんですが、まずこんな感じね。で次モンベル一回着てみましょう。どっちかというとモンベルの方が若干ちょっとゆったりしてるんかもしれないですね。企画的にね、見てる感じのシルエットはね、ちょっとゆったりしてるんかなと思ったりするんですけど、まあ、仕様はほぼ一緒ですわ。ポケットがここにあって、ラウンドネックになってて、で前がボタンタイプで、もうほぼ一緒なんやけども。で、ね、次はね、じゃあほんまにあったかいんですかっていうところのお話をしていきたいなと思います。もちろんね、暖かさは両方ともあると思います。であったかいのは当然やねんけども、これ似てるけどもね、全く同じではないんですよ。っていうのもモンベルの方はこれ全部ダウンジャケットになってます。対してワークマンの方はね、まあダウンも入ってるんやけども、その洗えるようにっていう、まあ後々喋るんですけどね、洗えるようにってことでダウン以外のものも入ってるんですよね。要は人工の綿、その天然の綿がねダウンやとしたら、人工のね、人間が作り出した綿みたいなのがあるんですよ。それがね、この中の綿にね入ってます。だからダウンと人工で作った綿っていうのが、まあ、配分的には半々ぐらいでね入ってるんかなとは思います。そうですね、ダウンが 45% にポリエステルは 40% とかになってるから、まあ大体半々ぐらいですね。だから本来で言うとダウン全部の方があったかいのはあったかいんですよ。だからほんまやったら理論的に言うとモンベルの方があったかいけど、そもそもインナーダウンってね、綿少ないですよ。こんなペタペタやからね、あんまり綿も入ってないから、そこまで大きな差あるんかって言われたらあんまないかなと思います。だからあったかいのはね、両方ともあったかいかなと思うんですけど、ただし本物志向の方はダウン100に行った方がいいと思います。ダウン100というか、この全部ダウン使ってるモンベルの方がね、本物ではあると思うんですけど、いやいやいや、本物志向とか俺ないから、パチモンでも何でもええから、あったかったらそれでええねんっていう方はね、ワークマンでも全然いいと思うんで、この辺の暖かさに関してはね、多分同等かなと思います。あんまりその違いは出てこへんかなとは思います。それこそね、普通のダウンジャケットぐらいもっと綿入ってたらね、えらい差出てくるんですけど、こんだけのペタペタやったらね、あんまりちょっとわからんかなと。まあそんなところでね、暖かさはね、ある程度担保されてるんかなと思います。でその次のこの特徴ですね、洗えるということなんですよ。で洗えるっていうのはね、確かに理論的には洗えると思います。ただちょっと心配なのが、これさっきもね、中の綿見てもらったけど、本物のやっぱダウン使ってるでしょ。でね、中にはこの本物のダウンもあるから、やっぱりあんまり水よろしくないんですよ。だからメーカーとしては洗えるとはもちろん言ってるんやけども、ダウンの性質上あんまり水にはよろしくないので、そんな頻繁に洗うのはどうなんかなと思ったりするんですけど、まあ価格的に見たら、もうワンシーズン着て使い切るっていうかね、使い倒すみたいな感じの使い方になったら、もう全然洗ってね、もうへたらしてね、それでポインするっていうのもね、まあまあありかなと思いますのでね、まあ一応洗えるという文言が入っておりますが、これがダウンがね 0% やったらね、洗えるって僕も自信もって言えるんですけど、ダウンがちょっと入ってるからね、これ洗えるって言っていいんかなとかって思ったりはするんですけど、ちょっとそこはね気になるなっていうところはあります。もちろんこのモンベルの方はね、あのダウンなんで洗濯機で洗うっていうよりかはまた別の洗い方があるんですけども、これはね、ちょっと洗濯機で洗えるっていうのにはちょっと語弊があるかなとかって思ったりするんですけど、そんなことタグに書いてたかな。まあでも洗えるってなってますね。まあまあメーカーが洗えるって言ってて、ね、まあメーカーが洗えるって言ってたらね、まあ無視なんかあったら補助してくれるでしょう。まあ僕やったらね、洗わないとは思います。で次のね、特徴がねですね、リペアラックって言ってね、リペアラックかなんかここに書いてあるんですけどね、この穴が開いても塞いでいくんですよと、だからダウンが抜けないんですよみたいなことが書いてあるんですけども、やっぱりこんだけ破れると穴は塞がりませんよね。がっつり穴開いてるやないかいということで、こういう多分塗ってるところのね話をしてるんやと思います。この塗ってるところやったらね出てこへんけども、こんだけ出てたらもう完全に出てくるやないかと、ピロピロ出てくるやないかいって感じなんですけど、まあ、そういったねリペアテックという、まあ要はその穴が塞がっていきますよみたいな、だからダウン抜けませんよみたいな感じの素材使ってますよということやったんですけども、まあまあまあこの辺は参考程度でいいでしょう。100% 出てこへんかって言われたらそんなことないと思うんでね、そんな感じが
がね特徴かなと思います。じゃあ次デメリットいきましょう。どんなところがじゃあ悪くなってくるのというとですね、はっきり言いましょう、ありません。特にないということで、これ2500円で出してたら特にないんですよね。で対してこれが2500円じゃなくてユニクロと同じくらい、まあ5000円ぐらいで出してたら3000円とか4000円かぐらい出してたとしても特にないと思います。だからそういう部分で言ったらね、以前も動画でワークマン出したんですけど、ワークマンってね新しいデザインを出していくっていうメーカーっていうよりかは、今既存で流行ってるものをねいかに低価格で出してるかっていうのに特化してる、まあ、ブランドというかメーカーやなというふうに思うんで、なんかそれっぽい感じのが言い方とかにはもう抜群にはまると思うんですよ。で対して本物知ってる人らからしたらね、まあまあまあええのはええねんやけどみたいな感じで、ちょっとその辺はまあ微妙になったりするんですけど、まあそういう感じなんで、特にまあデメリットっていうデメリットはないかなと思います、価格とか見てもね。じゃあ次はおすすめの人はどんな人なんかというとですね、まあそれぞれあるんですけども、やっぱりワークマンはワークマンのおすすめの人があって、モンベルはモンベルがあるんですけどもね、ワークマンの方はねやっぱりほんまにガシガシ使ってね使い込んでいくような感じになってるんで、まあ洗ったりできるとか言うてたんやけども、もうバーッといっぱい着ていてね、あの使い倒していくような使い方が一番いいかなと思う反面、モンベルとかやってこれってもうほんまに名作中の名作のねインナーダウンなんですよ。ペリオダウンかな、なんかちょっと忘れたけど、そんな名作なんですよ。だからビームスともコラボしてたりとかするってことで、まあ、冬の名作ではね絶対名前が上がってくるな、アウターやねんけども、こんなコスパのいいモンベルが1万で出してるのに、ワークマンこれ2500円で出したらもう他のブランド太刀打ちできんじゃないですか。だからね、今まではもう破格的にコスパいいって言われてたんやけども、ちょっと高く見えるぐらいな感じなんでね、まあどっちかって言ったら本物志向の人っていうんかな、まあ例えばこういうモンベルとかってアウトドアブランドって修理もできるじゃないですか。だからまあワンシーズンで使い倒すとかじゃなくて、もうちゃんと長く着ていくとかね、でまあ微妙な差かもしれんけど、保温力ねこっちはもう全部ダウンやからこっちの方がねいいっていう人もねいてあったりするんかなと思うんで、その辺がねおすすめの人になってくるかなと思います。もうはっきり言ってここまでいったらねほぼ違いないんですよ。あとはそういう付加価値でね勝負していくしかないっていうかね、もう売りっぱなしのブランドでいいっていうのか、いやちゃんと付き添ってほしいっていうのかっていうところでね、付加価値でお金出していったり、まあもちろん股の質とかもあるんやけども、大きくそんなに変わるわけじゃないんで、まああとはご自身のお財布とね相談するっていう感じになってるかなと思いますので、まあこの辺が比較かなと思います。まあ今これね、このワークマンのダウンジャケットね穴開いてるじゃないですか。でいずれはねこれを使ってねいろいろ検証もしてみようかなと思って、その焚き火とかもしてみたりしたらね、やっぱナイロンの素材って穴開きやすいってよう言うんやけども、映像としてやっぱ見てもらった方がね分かりやすいかなと思うので、これ使ってね焚き火したりとか、なんかそういうのねガシガシしていこうかなと思っておりますので、まあ、また気になる方はね見ていただければ嬉しいかなと思います。ちなみに以前ねインナーダウンの比較っていう動画出したことあるんですけども、それぐらいの価格帯とかのやつやったらね比較しがいがあるんですけどね、これはちょっとあんま比較しがいがなかったなというところでね、こう終わりたいなと思いますので、本日はですねワークマンのインナーダウンを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。